こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の前後は信心脱落、脱落信心です。体も心も共に全ての束縛から解き放たれて体得した無下自在の境地、そこからさらに徹底した自由を得ること、 天道女性のもとで修行した道元禅師は師の言葉、禅修行は信心脱落でなければならないという言で悟りを開いたと言われています。テーマから信心脱落、脱落信心を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。